日は水戸ホーリーホック×ガールズ&パンツァースポンサード記者会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。2014年シーズン水戸ホーリーホックをスポンサードさせていただくことになりましたガールズ&パンツァーより宣伝プロデューサーの私廣岡裕二が本日の司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、水戸ホーリーホック代表をしています沼田邦夫でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、スポンサード記者会見だったんですが、はい、なんと試合が悪天候のため、そうですね、中止になってしまいまして、はいはい、という事情がありますが、配信の方は実施しようかなということで、記者会見を開かせていただきます。なんと試合が中止になったにもかかわらず茨城新聞の方がお見えになってきて本当にありがとうございます。悪天候の中ありがとうございます。ということで、完全に独占取材状態なんで、よろしくお願いいたします。ということで改めましてよろしくお願いしますなんですが、まずはですね、本日は今回のスポンサード内容の説明およびなんとコラボグッズの発表を予定しておりますので、ガールズ&パンツァーのファン、そして、ミッドホーリーホックのサポーターの皆様、ぜひお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、私が何者かというところから簡単にちょっと説明させていただければなと思うんですけども、今回のスポンサーズなんですけど、はい、前提として私がサッカーが大好きであるというところがございます。まあ、嘘を言わなければというところなんですが、まあ、でもね、好きというのがやっぱり一番原動力になるかなと、ね、はいはい、思いますので、簡単にちょっと経緯など、経緯というか僕の、あのサッカー遍歴というか説明させていただきますと、興味を持ち始めたのはあのドーハの悲劇ということで、はい、その頃は中学生ぐらいですかね、だったんで、まあ、あの見始めたのがサウジ戦、初戦のサウジ戦からだったんで、そう考えると今の監督やられてる橋渡哲司さん、はい、同格組ですから、 そうですね、そういうご縁もすごくあるなというふうには私としては感じております。で、その後はですね、主にテレビ観戦ですとか、まあ、テレビ観戦が主なんですけど、まあ、代表に興味を持つと、まあ、あの頃海外組なんてほとんど、まあ、ほとんどいないだろうと思うので、まあ、必然的に J リーグに興味を持つというところが流れがありましたが、まあ、テレビ観戦ですとか、まあ、何ですかね、スーパーサッカーを毎週見るとか、そういう感じのテレビ観戦が主だったわけでございます。で、初めてスタジアムに行ったというところは、ですね、高校3年生の時、忘れもしないんですけど、98年の J1 参入決定戦、はい、福岡対川崎ですかね、はい、で、ロスタイムに山下選手だったと思うんですけど、はい、ロスタイムにゴール決めて同点追いついて、その後勝ち越しゴールで次のステージへ行ったっていうシーンがあって、それ僕テレビで見てて、すごい感銘を受けまして、で、これはちょっと次応援行かなきゃいけないなと思いまして、僕千葉県生まれ千葉県育ちなんですけど、市原臨海の、福岡側で応援するっていうですね裏切り行為をしてしまったんですけども、まあ、でもそれが一番最初の今、現オリプリスタジアムですか、はい、サッカー観戦と、だったわけですね。で、まあ、そこを機にですね、まあ、カップ戦の決勝ですとか代表戦、とか、まあ、近場の試合をたまに行くようになりまして、あと2008年に僕会社の同期に札幌サポーターがいまして、はい、J1 上がった時に結構関東の試合10試合もうちょっとかな行ったっていうのが、まあ、最近なので、まあ、この場で言うのもなんですけど、多分ちゃんとは札幌のが一番歌えるっていうですねちょっと申し訳ない感じなんで、水戸はこれから覚えていこうかなと思って、はい、思っている次第でございます。あとはですね、大学4年の時にイタリア旅行行ったんですけど、はい、金曜の夜着いて、土曜に、ボローニャインテル見て、ボローニャに行って、日曜日に昼に中村俊輔選手の試合を見て、夜サンシロのミラン戦を見て、月曜サンシロ見学して、火曜チャンピオンズリーグのインテルニューカッスルかな見て、水曜帰るっていうですね、世界遺産目もくれずサッカーだけを見にイタリア行ったみたいな、素晴らしい、感じの、まあ、サッカーバカという感じになっておりますが、話が長くなってしまいましたが、まあ、皆さんと、サポーターの皆さんとなんか一緒の気持ちですよみたいなところをちょっとお話してきたらなと思った次第でございます。いや、本当にドーハの悲劇、ね、今橋渡監督出てますので、ね、ぜひとも、ね、そういうご縁があったのかなと思いますね。はい、それは本当偶然なんですけど、ね、そうですか、はい、嬉しい限りでございます。本当、なので楽しく、この、はい、去年1試合見させていただいて、楽しく観戦させていただいて、ありがとうございます。いやいや、はい、で、という話が長くなってしまったんですけど、ここで今回ご一緒させていただくきっかけをちょっと、改めて、はい、ご説明いただければと思うんですけども、はい、わかりました。まあ、昨年の5月になりますけれども、はい、大洗の前は市場の、はい、時和社長が、はい、実はですね、突然電話が入りまして、はい、時和さんというのはガールズ&パンツァー大洗で取りまとめている方ですね。はい、でオーナーであるクックファンというね、とんかつ屋さんもやってらっしゃる、はい、とんかつ屋の店長です、はい、でオーナークックファンに来いと、はい、いうお電話をいただきまして、はい、で行きましたと、
はい、行きましたらもうあの茨城交通の東田社長とですね、なんか待ち伏せしてたような言い方ですねそこにですね、フィギュアが1個ポンと置いてありました、はい、それがなんとあの我が水戸ホーリーホックの4番の尾本選手がするですね、はい、なんと西住殿の、はい、フィギュアでした。あのユニフォーム着てた着てたフィギュアですね、フィギュアですね、はい、まあ本当にあのそれがきっかけでですね、これは何ぞやということであって、まあ、尾本選手のですね、はい、が西住さんの、フィギュアを使いながら、はい、こうプレゼントしていただいたということで、ぜひとも尾本選手に渡してくださいということがあってですね、はい、まあ、そこからこう僕はガルパンを、ご縁ですね、ご縁があったということで知りましてですね、はい、その後はですね、あのいろいろ、まあ、我々も私も見させていただきまして、DVD 全巻買いました、ありがとうございます、見させていただきました、はい、で、見ていくうちですね、もう最初はですね、まあ、あの斜め45度から見てたんですけど、ところが、はい、だんだんハマりまして、ありがとうございます、我がチームと何か似てるんじゃないかというところがあってですね、本当に貧乏で、ね、戦車も買えない、はい、戦車もない中から、はい、作り上げていく、はい、そういうものがですね、まあ、我々もスタジアムもない、はい、練習場もない中から作り上げていく、はい、こういうものが何か一致するんじゃないかというところで私感銘しました。まあ、本当にあの水戸ホーリーホックとかぶる戦車道とですね、はい、サッカー道というのを合わせてですね、まあ、こうコラボレーションなんかできないかと思いながら見させていただきました、はいはい、なのであのそういったことでですね、まあ、地元をウェイカールランドファンさんも意識しながら、はい、伊豆津花さんがですね水戸市出身ということもですね、はい、稼働の、そう稼働の家元でございます、ね、家元でございますから、はい、本当にあの素晴らしい家ですね、あのね、はい、あの広い家、広い家ですね、とても広い家でですね、はい、あの家で感動してですね、はい、なんかこうなんかこう女性らしい女性という、ね、そうですね、まあ、非常に僕もファンになりまして、はい、それからですねきっかけになってこう熱くなったと、はい、でぜひあの僕もあの品川までそうなんです、ね、あの お会いに行きまして、ありがとうございます。それでですね、あのぜひ何かできないかということで、ね、はい、お札をいただいたので、まあ、今回はそのきっかけという形でございます、はい、私もなかなかすみません、いえいえ、今の昨年の、大洗町のコラボデーですね、そうですね、はい、それでちょっとコラボを一緒にしようという話になって、はい、ね、わざわざ品川のバンダイビジュアル本社まで来ていただいて、はい、まあ、ご依頼をいただきまして、なおすでに水戸に断りを入れるということもなく、はい、あ、すみません、今ネタです、はい、トントン拍子で、コラボが進んでいったというところでございます。で、ちょっとさっきの作品のお話の補足いたしますとですね、ガールズ&パンツァーというのは、まあ、戦車を使うんですけど、全然血生臭くないと言いますか、戦車道というですね、乙女のというか淑女のたしなみなんですね、まあ、薙刀とかそういうのを想像していただければいいかなと思うんですけども、戦車を使ってルールのもとに、戦っていってレギュレーションのもとに、勝ち負けを決めるみたいなところがあるんですけども、大洗女子学園が主人公が所属する大洗女子学園は弱小校でお金もなく、戦車も弱くっていうところで、知恵と勇気というところで、持って戦術をでもって勝ち進んでいくというようなストーリーになってまして、ちょっと失礼なあれかもしれないですけど、はい、水戸の年間運営予算は J リーグの中でも40番目でございます、ね、一番末端でございます、末端でございます、はい、です、はい、ただですね、末端なんですけども最下位になったことがないんですよね、そうです、もう橋がかりの知恵と、はい、技術で実践カバーしておりますので、はい、まあ、それは本当に立派なことだなと思って、私もそういう意味での知識はありま、J リーグ全般見てましたのでありまして、まあ、本当に一緒だなっていうふうに私自身も感じておった次第でございます、はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、スポンサーなんで去年はコラボレーションということで、はい、今期はスポンサードと、させていただくという流れになったんですけれども、まず経緯として一番大きいのはですね、まあ、先ほどコラボデーの話もありましたけど、こちらをちょっとご覧いただければなと思うんですけども、そもそもなんですけど、大洗町と水戸駅から大洗町まで、電車で、まあ、列車ですね、列車で3駅ぐらいですぐ着くんですね、はい、隣町です、はい、で、水戸ホーリーホックの、ホームタウン推進協議会に大洗町が入っていると、ちょっとこれ、ホームタウンになってるんですけど、推進協議会が正しいですに入っているということが、まあ、やっぱりですね、地元密着というか、まあ、そうですね、ありきたりな言葉であるんですけど、やっぱりそこが出てきてある、はい、そうですね、我々もキャンプ終わった後ですね、大洗の町をサッカー教師やらせていただいたり、はいはいはい、炊き出しやっていただいたり、はい、いろんな暮らしぶりをして、はい、なので、まあ、やっぱり、大洗と縁があると、作品が、まあ、大洗町の舞台ということで、作品の縁がある、そして共感できるところが本当に多い、水戸ホーリーホックを応援していこうじゃないかというところでスポンサードをさせていただくという経緯になりましたというところでございますね。本当に近いんで皆さんぜひね、そうですね、大洗町も入っていただければなと思うんですけれども、
そしてですね、まあ、今回スポンサードということで、まあ具体的に言いますとピッチ看板スポンサーという形で、基本はやらせていただくというところで、さらにまだちょっと、検討中なんですが、新たな媒体を、はい、普段ないようなところにちょっと看板というか、何か告知をさせていただくという形で今考えております。で、まあそれ基本なんですが、それだけではなくやはりスポンサードということでですね、やっぱり一緒になってやっていきたいと僕の中で思いまして、今回ですねスポンサードにあたりテーマを設けさせていただきました。でこちらでございます。はい、ガーズ&パンツァーは水戸ホーリーホークと共に戦いますというところで、まあ、共に戦いますも戦いますが、あの監督が投手ということで、はい、こっちの感じにさせていただいてるんですけども、まあ、やっぱりですね、あの看板出して、まあ、あの 今度の、イベント上映っていう、あの新作がシネプレックス水戸で上映するっていうこともあるんですけど、ただ看板で告知するだけじゃなくて、はい、ぜひ一緒になって戦いたいと、よくね、あの応援したいです、あのスポンサーといいますとやっぱりクラブを応援したいとか、まあ、そういうことになってくると思うんですけど、僕としてはこれ個人的な思いもあるんですけども、一緒になって戦いたいという気持ちでやっていきたいなと思う次第でございます。まあ、単純にですねコラボとか、いう話であれば、まあ、去年もやらせていただいたんですけども、例えばコラボグッズを販売するっていう時でも、まあ、ウェブ上で例えばコラボグッズを販売しますって言って、やることも、まあ、できるわけですけども、それだとですねやっぱりなんか、まあ、それは例え話なんですけど、一方的にどっちかがなんか、楽しめるというようなことにはしたくないなと思いまして、ガールズ&パンツァーのファン、そして水戸ホーリーホークのサポーターの皆様両方が、楽しんでいただけるような形で一緒になって取り組んでいこうと、いきたいという思いがございます。で、まあ、そんなさまざまな面からクラブをサポートさせていただきたいと思ってるんですけども、そのテーマの中ですね3つ、ちょっと、その大テーマが今これだとして、小テーマを3つご用意させていただきましてですね、はい、こちらです。1つ目は観戦へのきっかけ作り、2つ目は媒体の師としての貢献、3つ目はコラボグッズ との、コラボグッズの貢献ということでございます。まあちょっとねテーマなんか設けるとなんかやる気も違うかなというところがありまして、ちょっと私の方で、決めさせていただきました。で1つ目と2つ目に関してなんですけど、こちらですね、ちょっとこちらでさせていただきますと、観戦へのきっかけ作りということで、あ、すいません、ありがとうございます。はい、そうそうそう、はい、まあこれお互いそうだと思うんですけど、どれもそうだと思うんですけど、まず水戸ホーリーホークの、サポーターのコアゾーンですね、コアのサポーターの方ですね、がまず中心にファンの方々がいます。でその周りに、まあサッカー好きだよみたいな、いうところの、方が、まあ、例えば海外サッカーを見ているとか、日本代表の試合を見ているですとか、まあ今期でいうとあのフォルランが見たいっていうような、多分あのここら辺になってくるかなと思う。あの僕ね、めっちゃフォルラーみたいですよ、マリア。その話はいいんですけど、その周りにまた、例えば地域の、水戸の周りの方がいらっしゃるみたいなところだと思うんですね。で、これがガールズ&パンツァーですと、まあ、ガールズ&パンツァーの、コアな、ファンの方々がいらっしゃって、で、あと、まあ、大洗町に、足しげく通っていただくような方々が中心にいらっしゃる。で、周りには、さっきのは見てて、楽しんでいただいているような、ちょっとライトな方がいらっしゃる。で、またそのアニメを全般見てるけどみたいな方が大枠でいらっしゃるみたいなところがあると思うんですけど、まあやっぱりですね、私宣伝担当なんで、まあ、あえてこういう図を書かせていただいたんですけども、ここの中心のパイを増やしていかないことにはやっぱりコンテンツは縮小していくというところがあるんですね。なので、まず完成のきっかけ作りで挙げさせていただいたんですけども、しっかりですね、まあ、サポーターの方はもちろんなんですけど、スポンサードさせていただくにあたってはしっかりこのスタジアムに来ていただいて、まあ、サッカーの魅力を知っていただきたいというところを僕はちょっと一つテーマにして、やっていきたいなと思っております。なので例えば今回の、まあ、ガールズ&パンツァーこれからいろいろ施策をやっていこうと思っているんですが、その施策を通じてこの周りの方々が、試合を見に来ていただくっていうところを、まず考えております。で、まあ、あのですね、作品というかさっきもそうなんですけど、まずやっぱりサッカーをの魅力、なんかテレビで見るのと、僕さっきの経緯も言ったと思うんですけど、テレビで見るのと現地で観戦するのでは全然臨場感が違うと、いうところは本当に僕はこれを感じておりまして、で、まあこれがきっかけでいろんな方がサッカーを見ていただいて、まあ、それも全員が全員、もうめっちゃ好きだってなっていただくみたいなところまでは考えてないんですけども、まあ、その例えば10人いる中でそのうち1人でもなんかこれからずっと足しげく通っていただくような方に、なれるようなきっかけ作りという形でちょっと考えていきたいなと思う感じでございますね。
はい、でまあこれはあの作品の方も同様です。でこの外周の、まあ、水戸の、なんとなく水戸ホーリーホックというクラブを知っているけど、あ、まあ知ってるぐらいで、このガールズ&パンツはなんとなく大洗町が舞台だなっていうぐらい知ってるような、この例えば茨城県の周りの方々に、このちょっと真ん中にさせていただいてるんですけど、ここを、にきっかけを与えたいというところで2番目の媒体露出としての貢献なんですね。まあ今日も記者会見開かせていただいてるんですけども、まあ、こうやって一緒になってやることで、媒体露出というか、あの知っていただくきっかけを作るっていうところをやっぱり一番大事にしたいなと思ってまして、まあ、やっぱり人間って行動するにはきっかけが必要で、そのきっかけがないことには行動できないと思うので、やっぱりその動機づけをしっかりやっていきたいなと思っている次第でございます。はい、でまあ、それがお互いに興味を示すということですね。で、まあ、地域密着っていうところもやっぱりキーワードかなと思っております。この辺はどうでしょうか。はい、きっかけ作りですね。ぜひとも我々も本当に0から1っていうのは非常にハードル高いんですよね。そうなんですよね。なのでその辺をですね、やっぱりこうやっていただける、まあ、我々もやる、まあ、その辺ですね、もう本当に相乗効果が出てくるのかなと、そこを期待して我々も一生懸命頑張ります。はい、はいはい、あの今お話ありましたけど、あの砂漠に水まいくのが結構辛いんですよね。あのなのでやっぱりそう効果がよりあるっていうところでは、やっぱりこの地元密着というキーワードで一緒になってなんか、きっかけを作っていけたらいいなというふうに思っております。で、あとはですね、まあ、あのガールズ&パンツァーなんですけども、はい、あのテレビ放送終わってもうすぐ1年になるんですけれども、今でも、変わらず大洗町の方にファンの方が、通っていただいているというあのこともございまして、まあ、やっぱり何が言いたいかと言いますと、一過性で終わらせないというか、終わって終わりたくないと言いますか、いうところがあるので、まあ、あの大洗町の方も、まあ、1年、もうすぐ放送終わり1年というところもあるんですけど、ちなみにこの水戸ホーリーホックとの、スポンサードに関しても、なるべくと言いますか、一過性では終わらせないという決意でやっていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、続いては、今回ですね、あ、大事なことを言わせました。あの私と言いますか、今回ガールズ&パンツはメディアスポンサーという形で入っているんですね。はい、でメディアスポンサーということで、まあ、この媒体の露出ということで、一緒になって協力していこうというのが前提でございました。大変失礼いたしました。ということで、まあ、あのそんな形で、まあ、茨城で頑張っている、クラブ、そして作品を、なんかお互いが応援していただければなというところで、一緒になってやっていければなと思っている次第でございます。はい、であのサッカー、さっきの話なんですけど、はい、サッカーってどっちかに肩入れした方が絶対面白いじゃないですか、見てると、うん、そうですね、ただし負けるとつらいと、はいはい、その喜怒哀楽はあるんですけども、あの僕さっきも言いました通り、あのどこか特定のサポーターではなかったっていうのがありまして、でも僕の中ではやっぱりどこかのサポーターになりたかったみたいなところがやっぱあるんですよね、うん、っていうのはやっぱりそういう一喜一憂っていうのを したかったのかもしれないですし、その方がやっぱりなんか愛着もありてますし、あの楽しく観戦できるんじゃないかなみたいなところがあるんで、皆さんもぜひですね、あの今回このスポンサーのきっかけで、初めてサッカーを見られるという方もぜひ水戸ホーリーホックをに、まあ、語りって言い方ちょっと日本も悪いですけど、全力応援でね、はい、まずは見ていただくとやっぱり結構楽しめるんじゃないかなと思っている次第でございます。はい、ということで、2つ目なんですけど、気になる3つ目が、はいはい、今日の、まあ、目玉じゃないですけど、はい、お待ちかねです、コラボグッズとしての貢献と、はいはい、いうところがございまして、まあ、あの今回さまざまなコラボグッズを展開していこうと思っておりまして、はい、先立ちまして、今日は、第1弾コラボグッズを公開したいなと思うんですが、その前、はい、今回ガールズ&パンツァーと水戸ホーリーホックのコラボイラスト、はい、作成してまいりましたので、ちょっとこちらを素晴らしいご覧いただければと思うんですけども、こちらです。はい、見えますか、皆さんと言いますか、今一瞬の方はい、今回ですね、アンコーチームといいまして、大洗女子学園で主人公西住美穂が所属しているアンコーチームというのがあるんですけども、この5人が2014年シーズンの、水戸ホーリーホックのユニフォームを着たコラボ、イラスト、というものを作りました。まあ、水戸戦車で行く自転行ったというですね、感じになっておりまして、戦車もついております。で、水戸、ケーズ電機スタジアム水戸をバックに、こちら第1弾コラボイラストが、まずは大筋完成いたしましたというところでございます。そしてちょっと色がついてなくて大変恐縮なんですけども、第2弾も作成中でございまして、ホーリー君と、今回あの先ほどもから申し上げている通り、いすず花が水戸出身ということ で、ね、はい、花を今回の、スポンサードのメインキャラクターにしたいなと思っているところがございまして、花がいて美穂がいると
で、隣にはあちらにいるホーリー君が描かれているということになっております。で、ホーリー君、どうですかこのイラスト。あ、喜んでいただいているようで、これホーリー君、こちら色ついてます。この今度こちらも色がつきますんでお楽しみというところなんですけれども、井上さんはどうですかこのイラストは。いや、すごくかっこいいですね。もうバッチリ決まってるんだなと思ってます、ね。はい、そう、ホーリー君戦車乗ってますんで。戦車乗ってますね、はい。で、このイラストを見るとこの非常にね、ハンサムなんですよね、はい。なので背も高くて、新しいキャラクターかなというぐらいの気持ちがこもった、はい、いいキャラクターかなと思ってますので、はい、これは人気出るな。これね、僕裏テーマ実はありまして、はいはい、今 J リーグ総選挙やってるじゃないですか、はい、マスコット総選挙、はい、というのをやっておりまして、まあいろんな強敵がマスコットいるわけですよね、はい、あざといやつですとか、今日タイムリーな話題ですと金メダリストを髪もしゃもしゃしたやつとか、あとはなんだ、連続バク転10回するやつとか、あとただのカエルとか、はい、なんかキャラクターが、あ、僕はちなみに一平君大好きなんでね、はい、いるわけですよ、はい、でやっぱキャラクター付けをしっかりね、これが大事かなと、そうですね、思っているところで、今回ホーリー君は多分史上初アニメのメインスタッフがアニメで描かれたマスコットという形になっておりまして、結構シュッとしてかっこいいと思うんですよ。大体アニメキャラっていうか、このゆるキャラが、はい、ね、ゆるくない。ね、凛々しいです。凛々しい。凛々しい。凛々しいゆるキャラじゃない。これはいいな。はい、その方向でちょっと押していきたいなと。これはいい。はい。で、今ちょっと言いましたけど、J リーグの公式で、はい、今総選挙、はい、まさに投票中ですよね。なので、これを見て、ぜひ皆さん、ホーリー君に一票。そうですね。はい。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いいたします。で、今後ですね、このせっかく作りますので、コラボイラスト、これを使っていろんなグッズ展開を、はい、考えておりますので、一つよろしくお願いいたします。そしてですね、お待ちかねです、はい。第1弾コラボグッズが完成いたしました。じゃあ、ホーリー君。お、こちらですね。はい。ユニフォームが手渡されまして、じゃあ、社長広げていただいて。はい。これが後ろにアンコーマークが入りました。まずはじゃあちょっと写真の方、はい、こちらはですね、何かと申しますと、主人公の、西住美穂が率いるアンコーチームという、主人公が所属する5人のチームがあるんですけど、そちらはですね、パンタージャケットという試合できるジャケットがあるんですけど、そちらの後ろに描かれているアンコーマークになります。で、アンコージャケットがですね、ちょうど紺色ということで、まあ、今回色合いもバッチしたそうですね、はい、はい、いうところがございまして、じゃあちょっと私もはい、2人でちょっと、はい、2人でちょっと、はい、アンコーマークを出てちょっと見せてもらう、はい、その西住ちゃんをちょっと入れながら撮るんですけど、はい、オーリー君、もうちょっと下げてもらっていいかな、ごめん、もう、ごめん、まあ、正面見てるかからないんで、すみません、はい、お願いします。前に出して、はい、すみません、やりたいことないし、単独ですね、大丈夫。最後、ちょっとだけ下げてください。すみません、あ、じゃあ、12番で、サポーターマンですね。で、肩口にガール、はい、ガールのパンツさんのロゴが入っております。はい、最初は戦車にですね、関数字6って書いてある状態で主人公の戦車が見つかったりして、まあ、やっぱ数字がいいんじゃないかみたいなのもあったんですけども、やはり愛着があるこのアンコーマークにいきたいなと。多分これあれですよね、初ですよね。そうです。こういうアニメイラストといいますか、レプリカ用で、はいはい、コラボさせていただきました。ちなみに私これ着てもいいでしょうか。はい、どうぞ。はい、着させていただきます。いやー、いいっすね。着させていただきまして、後ろに、はい、大丈夫でしょうかね。ちなみに今日私これがやりたいだけのためにスーツ着てきました。一回やってみたかったんですよね。ありがとうございます。はい、ということでですね、今回第1弾コラボグッズが、発売されることになりました。で、発売にあたりまして、もう急遽サプライズと言いますか、はい、なんですが、なんとですね、本日20時から、ウェブ先行予約受付を開始いたします。
なので、こちら今イバキラー TV さんが配信の方やっていただいてますけど、こちらが19時からなので、ライブ配信が始まりますので、終わり次第間もなく20時から、先行予約を水戸ホーリーホーク公式サイトにて受け付けさせていただきます。で、ですね、こちらがですね、ウェブ先行予約受付なんですけども、3月1日までに、ご予約いただいた方には、ポストカードが、先ほどですね、見せた花の、一緒に戦いますっていうイラストがあったと思うんですけど、あちらのイラストをあしらったポストカードが、3月1日までご予約いただいた方についてくるという形になっております。で、こちらはウェブ先行予約になります。で、あえて強調した理由がもう一つありまして、別途、最速で買える、場を設けました、何かと申しますと、ホーム開幕戦ですね、はい、はい、ディビジョン2、J2 のホーム開幕戦、3月2日に開催される大分トリニータ戦、こちらではですね、どこよりも早くレプリカユニフォームを会場限定で販売し、なんとですね、いすゞ花役の尾崎真美さん によるユニフォームのお渡し会を実施させていただきます。で、こちらですね、購入はお一人様2個まで、詳細は後日公式サイトにて告知させていただきますということで、はい、尾崎さんに来ていただきます。はい、でお渡し会って何ぞやって方もいるかと思うんですけど、割とアニメ業界では、はい、メジャーなイベントといいますか、ユニフォーム買っていただいて、会計を済ませたら尾崎さんから手渡していただく、手渡しというかユニフォームをこう渡していただけるというイベントになっておりますので、はい、こちら詳細の方は後日、発表いたします。つまりですね、こちら3月2日の大分トリニータ戦が最速で手に入るチャンスです、会場限定で販売いたします。で、3月22日にホーム2戦目があるんですけども、はい、こちらが岡山戦、ファジアの岡山戦ですね。で、もう、こちら販売いたします。で、こちらの岡山戦に関しては尾崎さんはいらっしゃらないんですけども、販売はいたしますということで、こちらのホームの開幕から2節で会場で先行販売します。で、先ほど今日の20時から、先行予約受付と言わせていただいたんですけども、こちら受付で、お届けはですね、3月23日以降、つまりですね、ホームの2試合で先行で先に売らせていただいて、その後翌日以降で、順番に発送させていただくという形になっております。お値段はですね、税込み1万8000円という形になっております。まあ、レベルがね、ちょっとね、はい、値段は張りますが、値段張るって言ったらですけど、すっげーしっかりしますんで、乾燥機とかに入れなければ剥がれることもね、まずないかなと、はい、思いますんで、よろしくお願いいたしますということでございます。ということで、こちらが第1弾コラボグッズとユニフォームになってますけども、はい、第2弾コラボグッズがなんともう進行しているということで、はい、こちらの方もちょっとデザインを発表したいなと思っています。今回ですね、T シャツを作りました。3種類 T シャツを作りました。はい。大丈夫ですか？ロゴ T シャツとイラスト T シャツ、そしてメッセージ T シャツと、こちら3種類の T シャツを販売させていただく予定です。で、イラスト T シャツ、またホーリー君が、こちらですね、ホーリー君が戦車に乗っているイラストなんですけども、こちらですね、ガールズ&パンツァーの、全体的な、まあ、ウェブとかも含めてなんですけど、デザイナーさんが、はい、大枠デザイナーしていただいているデザイナーさんがホーリー君を描いていただいたという形になって、戦車に乗っている図になっております。で、メッセージ T シャツはですね、こちら、ミトホーリーホック、ガールズ&パンツァー、ファイトツギャザーということで、共に戦うという文字が入っています。で、この文字の中になんとアンコーマークが入っているというちょっと凝った、感じになっております。で、そしてこちらロゴ T シャツが、ミトホーリーホークのロゴとともに、あとこちらね、よく見えないんですが、肩口にここに刺繍とかも入っていて、ちょっとおしゃれなデザインになっておりますので、チェックしてみてください。これが T シャツ3種類で、続きましてタオルマフラーも作りました。T シャツ3種類についてタオルマフラーは2種類です。で、こちらも、コラボイラスト、お互いのロゴと入っていると、アンコマークが入っているというような図柄になっております。で、ちょっと触れるの遅くなってしまったんですけど、今期ミトホーリーホック20周年なんですね、はい、そうですね、はい、記念のロゴもできておりまして、はい、記念の年にこうやってスポンサードさせていただくのが何かご縁といいますか、はい、ありがたく思っておる次第でございます。はい、でこちらの T シャツと、タオルマフラーに関しましては、2014年春発売予定という形にさせていただきまして、発売方法等は後日発表させていただきますのでよろしくお願いします。ということで、第1弾第2弾と、こちらコラボグッズの方を販売させていただきまして、もちろん第3弾第4弾と、はい、先ほどのイラストを使った、ね、何かっていうのもこれから考えていきますので、随時、やっていけたらなと思っています。
で基本的にはスタジアムに来れば発売後は買えるという感覚でよろしいですかね。はい、ありがとうございますということなので、ぜひサッカー見に、決戦機スタジアムまで来ていただければなと思っております。はい、ということでございまして、盛りだくさんの内容で、はい、ございましたが、はい、本日の記者会見の内容は以上となります。ということで、最後に沼田社長、ぜひガールズ&パンツァーのファンと、水戸ホリホークのサポーターの皆様に一言いただければなと思います。はい、まずガールズ&パンツァーのファンの皆様、今回の水戸ホーリーホックがですね、バンダイビジュアルさん、ガールズ&パンツァーさんのスポンサーをいただきながら、我々、戦ってまいることができます。で、ぜひともですね、これをきっかけに、はい、ぜひスタジアムに、そうですね、来ていただいて、熱き戦車道という部分ですね、サッカードに変えていただくという部分で、ぜひ応援していただければなと思います。はい、そして水戸ホーリーホックのファンの皆様、引き続き、熱い声援をぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、で私からも、最後に、ご挨拶をさせていただければと思うんですが、まず水戸ホーリーホックのサポーターの皆様に、ご挨拶をさせていただければと思うんですが、言い方はちょっと乱暴かもしれないんですけど、地方というのもちょっとおかましいんですけど、はい、小さなクラブ、クラブの規模も小さい、クラブですね、それでも頑張っている、このクラブを僕は本気で、応援というか一緒になって戦っていきたいなと思っております。これちょっとガールズ&パンツァーの話になるんですけど、大洗町の方々がですね、イベントをやるたびにですね、全力でやっていただけるんですね、いろいろ。というのを具体的に言いますと、作中に出てきた町に横断幕みたいなのが掲げられたりするんですけど、それを祭りの日に自作で作って商店街に貼るんですとか、あとはですね、この間究極なのは軽トラを、自作で戦車に作っちゃうみたいな、軽トラ改造してみたいな方もいらっしゃって、もうとにかくいつも本気なんですよ。でやっぱりそのやるからには徹底的にやるっていうことで、はい、ファンの方も、引き続きというか楽しんで来ていただいてるっていうのは絶対あると思うので、やっぱりやる側が本気でやらないと多分伝わらないと思いますので、はい、私は水戸ホーリーホックのサポーターの皆様に、伝えられる何か伝えられることがあるような、施策をこれからもやっていきたいなと思う次第でございます。でそしてですね、手前味噌ではございますけども、ガールズ&パンツァー本本当に自信を持っていますが、素晴らしい作品でございます。もしかしたらなんですけど、深夜アニメっていうことに対して、ちょっと誤解じゃないですけど、はい、そういうちょっとなみたいな思いを持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、全然普通に見れるって言い方も変なんですけど、よくなんかアニメ、萌えアニメなんて言うじゃないですか。だけど、ガールズ&パンツァって、萌えといっても、燃やす方、燃える方、熱い方ですね。そういう、さっきも言いましたけど、女子高生が本当ひたむきに頑張る姿を描いた、はい、作品になっておりますので、老若男女を皆さんに楽しんでいただける作品だと自信を持ってお勧めできますので、レンタル DVD 等も、やっておりますので、はいはい、ぜひまず一度、これをきっかけに作品など、見ていただきたいなと思う次第でございます。ちなみに先ほどから戦車言ってるんですけど、なんとなく戦車出るアニメだなみたいな、認識を持っている方もいらっしゃるかと思うんですけど、別に戦車の知識がなくても絶対にお楽しみいただけます。戦車の知識があるとより楽しみいただけるんですけど、全然知識なくても、僕も全然知らなかったんで放送のこの担当になるまでは、やっぱり全然知らなくても楽しみいただけるというところが魅力の一つかなと、そうです、はい、思いますので、本当に萌えっていうね、はい、ことで言うと、僕もツイッターなんかでこうつぶやくと、なんだよ社長おかしいんじゃねえのかって言われたりするだけど、全然ないですね、はい、本当に素で入れる、はい、もう楽しい、本当にね、戦車道っていう、ありがとうございます、本当にぜひとも見てください、はい、これはもう見なくちゃしょうがないですね、これね、見なくちゃ分からないことですね、はい、ぜひ、はい、これ全12話なんで、はい、5時間ちょっとで全部見ますんで、そうですね、はい、半日ぐらい見ると忘れちゃうので、はい、もう全部買って自分で買って、ね、1日1話ずつこう見ていくとじっくり、ねはい、見ていただけると、はい、見えないところが見えてくる、そうですよね、でもね見れば見るほど何回でもかみしめられる作品だと、はい、思います。はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、テレビシリーズの途中のシーンをですね、テレビで見ていただくと分かるんですけども、作中ではちょっと描かれなかった試合が実はあるんですね、はいはいはい、そこをですね、今回ですね、新作アニメーションとして作ろうではないかと、いうことがございまして、新しいアニメーションが、7月5日から、こちらですね、7月5日に、上映されます。
で、ガールズ&パンツァー、これが本当のパンツ予選ですというタイトルになっておりますけれども、こちらをですね、シネペレックス水戸ほか全12巻で劇場でイベント上映するという形になっております。で、水戸なんですけども、こちら実はあの昔じゃない、去年ですね、オールナイト上映をシネプレックス水戸で全話上映させていただいて、オールナイトだったんですけども、全スクリーン、10スクリーン全てを、お客様で完売したということ、縁もありましてですね、ぜひこの、水戸からすぐお笑いに行けるというところがあって、シネプレックス水戸で上映をさせていただこうという形になっております。で、イベント上映という形になっているんですけども、7月5日から、まあ、数週間上映いたしますので、戦車の砲撃音ですとかすごくこだわって作ってまして、劇場で聞くとまた全然違う臨場感でお楽しみいただけますので、大画面で大音響で、ご覧いただきたいなと思う次第でございます。なのでぜひガールズ&パンツァーよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、最後にガールズ&パンツァーのファンの皆様へということで、今年1年間、作品としてガールズ&パンツァーとして、水戸ホーリーホックの、スポンサード、させていただくことになりました。様々な展開を実施してまいりますので、まあ何か引っかかることがございましたら、ぜひ一度スタジアムに、騙さず持っていってたら失礼ですけど、まずはぜひスタジアムに足を運んでいただいて、その生観戦の雰囲気を味わっていただきたいなと思っております。現在ね、2002年のワールドカップで得点を決めた鈴木孝幸選手も、はい、まあ、在籍しておりますの です、ね、皆さん、はい、ワールドカップで得点を決めた日本人って10人いないですからね。 そのうちの1人が今、はい、水戸におりますっていうね、ところもあります。自国開催だったんで、多分記憶にある人多いんじゃないかなと思うんですけども、現役バリバリでやっておりますので、そういうスターの選手もいれば、スター候補の選手も、はいはい、いるかもしれない、ね、はいはい、若手を見るのもよしというところで、ちょっと肩入れしてご覧いただければなと思う次第でございます。大洗町を、ホームタウン推進協議会という形で、このクラブ、入っておりますので、そういう縁もありますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。最後に両者にとって、幸せなスポンサードになるよう、今後も務めさせていただきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。おー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 、走れ走れ俺たちと共に。